上戸研究所は、現在の神奈川県川崎市多摩区幾田に、かつて所在した、大日本帝国陸軍の研究所。1939年1月、暴略の岩黒との異名を取った、陸軍将軍無局軍事課長、岩黒秀夫大佐によって、特殊電波、特殊化学材料など秘密戦の研究部門として、通称、上戸研究所が、 陸軍科学研究所の下に設立された。上戸研究所の前身は1919 19年4月に陸軍科学研究所が改編して発足した陸軍科学研究所のため当初の正式名称は陸軍科学研究所上戸出張所であった。所長には、篠田良両大佐がつき、1939年9月に正式発足した。 1941年6月に陸軍科学研究所が廃止され、陸軍科学研究所のボリト出張所は陸軍技術本部第9研究所に改編。1942年10月、陸軍兵器行政本部が設けられ、その下の第9陸軍技術研究所に改編。1943年6月、電波兵器部門を多摩陸軍技術研究所へ移管。 1945年1月、帝国陸海軍作戦計画大綱が発表され、本土決戦準備のため、のぼり戸研究所は、長野県各地、福井県竹尾、兵庫県丹波に分散移転した。同年8月15日、敗戦が決定すると、陸軍省軍務課は、特殊研究処理要項を通達し、すべての研究資料の破棄を命令した。 それらの資料のほとんどが処分され、また、ほとんどの関係者が戦後沈黙したため、長らくその研究内容は不明だった。1944年時、原子爆弾、生物兵器、化学兵器、特攻兵器、暴力兵器、風船爆弾、缶詰爆弾、怪力光線、殺人光線、電気投敵法。上記の通り。 海力光線などのようにいささか空想じみた研究をしており、実態が不明な点が多いこともあって、各種創作物の中ではオカルトメータ、怪しい研究所として描かれることが多い。しかし実際には、どちらかといえば、暴略や BC 兵器、特攻兵器のような、地味かつあまりイメージの良くない研究が主だった。 中国の経済を乱すため、当時として40億円もの中国向けの偽札が、この研究所で作られ、30億円もの偽札が中国で使用された杉作戦が有名である。1948年1月26日に発生した定銀事件では、警視庁は犯行に使われた毒物が、 ノボりと研究所が開発したものと推定し、第2課の研究者を中心に捜査が行われた。この中の捜査目も、会の文書に、関東軍貿易給水部と共同による人体実験の関与を指摘する供述が記録されている。第2課の関係者の多くは、ノボりと研究所で開発されたアセトンシアンヒドリンである可能性があると証言している。 1950年に朝鮮戦争が勃発すると北朝鮮を呼び東側諸国に対抗するため先般面積者の公職復帰が行われた。上ぼりと研究所関係者では第3課の関係者が GHQ に協力し横須賀基地内の米軍印刷補給所で偽造印刷の技術を使い共産権の隠し公文書の偽造を行った。 1952年に研究班の一部がアメリカ本土に移動。入れ替わりでかつて、登戸研究所所長を務めていた篠田が合流した。慶応義塾大学登戸仮校舎戦後、登戸研究所跡地は、慶応義塾大学や北里研究所、川崎国民学校などが使用し、慶応義塾は同地を医学部予科、工学部予科、法学部予科の登戸仮校舎とした。 1949年秋の日吉校舎の接収解除に伴い、上りとかり校舎は、翌年春、明治大学に譲渡し、1951年4月、明大農学部が、千葉県千葉郡、本田村から移転してきた。後に、理工学部も東京都内から移転し、現在の明大生田キャンパスが完成した。明大への譲渡後も多くの建物は、校舎や学生寮となった。 老朽化のため建物の大部分は取り壊されたものの、枯葉材剤の研究が行われたとみられる36号棟のほか動物遺霊碑や消火栓など当時の施設がまだいくつか現存している。2010年3月29日、前述の36号棟の建物をそのまま利用する形田平和教育のぼりと研究所資料館が開館した。 当時の貴重な資料や解体された胸のドア、柱などの建築部材が展示されている。開館日並びに開館時間は毎週水曜日から土曜日の10時より16時まで。ありがとうございます。